皆さんこんにちは、 SD ウィンズのゆうきです。今日は SD チャレンジを解説していきたいと思います。でここでベンドアップなんですけど、普通にベンドアップするだけだとちょっとダサくなってしまうので、ちょっと指を引っ掛ける。ここも、若干ですけど指を引っ掛けながら、ベンドアップをした方がかっこいいと思われます。っていうような感じでやってみてください。ってな感じで、じゃあアクセントの付け方、最初のダデルラリーのところ、まあ全体的にそのちょっと飲んでるところは僕は全部ハーフタンギングでやってるんですけど、まあ全部大げさにやってみると、まあ、ゆっくりじゃあ大げさにやってみますね。アクセントのつける場所なんですけど、ドゥテンのところですね。ドゥテンタって感じでアクセントをつけてるんですけど、ここですね。タンナタっていう感じの、ニュアンスで吹いてみてください。アクセントの場所とかではやっぱりハーフタンギングはどうしてもそうですね、ポップ付けだと必要になってくるんで、練習した方がいいと思います。以上です。